おお北川北川さん久しぶり。この方は八木さんが柔道部の部長をしていた時の副部長北川博さん。当時八木さんと唯一互角に渡り合える実力を持っていたという永遠のライバルなんです。元気出していこうぜーの。いやいや知らない知らない。しんどくなってきた時に元気出していこうぜー。久々に聞かせてもらって。しんどいですよ。しんどいやろ。元気出していこうぜ。元気出せ。元気出せ。久々にちょっと八木と一戦交えて。おおやる？やろうか。オッケー、やろうぜ。よろしく。しゃ。先輩か。君と北川さんのね、どうですか。すみません、夏勝手に帰っていただきたいんですよ、実家には。北川さんに何の思い出も興味ないですか。北川さんのほら名言せーの、元気出していこうぜ。元気出していこうぜ。副部長の北川さんと部長やったエイグが一応柔道で対決しますんで。でも途中で出てきた2人の男の子誰やで。あれはジャンクションやんか。あれジャンクションやで。あれご主一のレギュラーやで。あの子らご主一そう、はい、そう覚えてください。だって全然面白いこと言ってない。この後今からやってないでしょ。しもちゃんワイパーやってないでしょ。しもちゃんワイパー見ていただきましょう。 VTR スタート。じゃあ何やねん。その格闘センスはお笑い界随一サバンナ八木ますみ。そしてその永遠のライバル柔道部副部長北川博樹さん。さあ15年ぶりの柔道勝負を制すのはどっちだ。もう対決みたいな。こんなこと言ったら北川さんについていったらよかった。いやでも強北川さんが強だったんか、ヤギ君が弱だったんか、どっちなんですか。俺はまあね、多分そんな追ってないと思う。北川やっぱり強だったよ。知らんわ。下に臭いから手抜いてるよ。お前メールしてないから。そういう対決。五湖を後にし、続いてやってきたのは京都の繁華街新京極。さあ続いてですね、はい、京都の新京極に来ました。ここもね、ほんまの思い出の場所。こう4人ともね、うん、よう来てたらこの辺にあるんですけど、うわー何年ぶりや。懐かしい。懐かしいね。そうですよ。ここはサバンナやジャンクションがプロを目指してお笑いのゲリラライブをしていた新京極公演。見てください、この可愛い17歳の原田さん。お笑い以外にも楽しい思い出がたくさん詰まった場所で4人を待っていたのは。あれあれあれえあれよういや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 、何あれ、お前らあれよー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 ですよ。岡原ですね。その公演で漫才やりだした時も、ええ、最初ね、僕と八木君と奥原ともう一人山際っていうところで、はいはい、4人で、はいはい、
大学で漫才やろうって言い出したんですよ。そう、俺ちょっとやらへんって言って、ここ山際通ってちょっと漫才やらへんって言って、いいですよって言って4人で、じゃあどうやってコンビ組みますか、グッドパーしようかって言って、僕らのパーで、でそこグッドパーで山際と怒られたんです。で俺らはグーやって、はい、そうここでグーを出して組んだんですよ。なるほど、もともとね、いや一緒にやろうって言って、あの時はほんまパー出しとけよ。どういう意味やなお前それ。トリオでね、グーグー、そういう意味、そういう意味、そういう意味、そうなんほんま。その時は僕らはサバンナ、サバンナパパやママやね、お前らが海原真澄宏美です。なんであなんでやったん今考えたら。いやもうちょけて、おおおやつ山際、おおおやつおお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 これお客さんやん、これ、はい、これ僕は山際で怒られ、これこう俺が高1の時かな、これ合宿の時よ、柔道部の合宿で、ね、サバンナですよ、これ俺全く変わってない、お前も脱いどってない。俺は変わってない、ヤギさんポーズ一緒やもん、ポーズ一緒やん、でも俺も一緒や、当時と一緒やん、そんなしてんやん、今そんなしてんやん、こんなで、これがこれ何、立命館大学のね、うん、学園祭で、はいはい、有志を募って、うん、素人がネタをするという、うわ懐かしい、一番最初の頃のネタや、そうですそうです、すごいな、見たいこれ、見る、はい、これちょっとね、じゃあちょっと、はい、見ていただきましょうか、はい、笑いの宴ですか、はい、どうぞどうぞ。さあこの後この2人が動きます。レッツちょっと映ってる、何だあれ、おもろいな、何がナイナイ、おもろいな、ナイナイ、おもろいな、これマサさんそっくり、ナイナイおもろい、おもろいな、おもろいな、あれ2年がおもろいな、2年3がおもろいな、今日お前と大丈夫だ、え、お前と大丈夫だ、あー、部屋散らかってる、ちょ、かまへん、かまへん、大丈夫、大丈夫、あ、今日、犬の散歩の家、ええやろ、やりにくい、あら、あら、それに貸してるわ、マジで、ああ、今貸してるわ、お前な、貸してるわけないやろ、え、何だよ、自分ちゃうて、せな、せなちゃうて、お前3組でやってんね、ここ、そうそれが多分一発目だわ、そうそう、うん、当時のネタをじゃあ、まあ、見てます、いやいやですよ、いやですよ、やってよ、ちょっとやって、覚えてない、やってよ、ここで見よう、お当時のようにじゃあこっちでこう、はい、お見てという、どうもこんにちは、海原真澄です、ヒロミです、言うてますけども、前ともね、僕ねこの間ものすごい腹立つことがあってね、おお、なんやねんな、喫茶店というかラーメン屋行ったんですよ、ラーメン屋、ラーメン屋行ったらね、ラーメン頼んだ中にね、ゴキブリ入ってやんの、そら偉いことやかな、こんなもん何やとんねんね、ぶち切れしたってん俺、お前、ヒロミ君、ヒロミ君、何や、僕も聞いて、僕もあったかな、どうしたの、僕もね、この前ね、あの喫茶店行ってん、うん、喫茶店行ってミルクディー頼んねん、おお、ほなそのミルクディー来てパッと見たらね、うん、中にミルク入っとんねん、これ、おお、取れないかい、もうええわ、どうもありがとうございましたお前それこの間作ったネタやん、違う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 、十何年前、ジャンクションをね、こういうのが経てね、うん、今もあるわけですよ、はいはい、そうなんですよ、ということで、営業の方に今から行かれるということなんで営業に、はい、営業行く、営業行きます、京都でたまちょうどね、京都で営業あるんですよ、そうなんですよ、うん、お先に失礼いたします、はい、じゃあ行きまーす、はい、バックステップバイバックステップバイフロントステップやかやへんお疲れ様でした。You butterfly, you butterfly, you butterfly.